11月10日東日本女子駅伝、トラックシーズンは思うように走れなかったんですけど、でもそこからだんだん調子の方は上がってきています。結構距離の方を走り込んできたので、中盤の粘り強さであったりとか、あとはラストスパートがどうしても自分は弱いので、そういったところも少しずつ強化できるようにはしています。千葉県チーム全員で得た結果っていうのが昨年の結果だったので、もし今年自分が走れたらそれ以上の結果に貢献できる走りをしたいです。